仙台市はまん延防止等重点措置期間中の飲食店への時短要請に伴う協力金の受付を始めました。今回の対象はまん延防止等重点措置期間中の先月5日から昨日にかけ午後8時までの時短要請に全面的に応じた仙台市内の飲食店です。1店舗あたり1日4万円の一律支給だった前回とは異なり、今回から事業規模や売上に応じた支給になります。中小事業者は1日あたり3万円から20万円、大企業の場合は1日あたり最大20万円です。受付は来月18日までで、申請書類を郵送するか青葉区のホテルに設けられた専用窓口を事前予約して提出する必要があります。